はい、今日紹介するのはこちらのトヨタハイラックスになります。こちらのモデルは8代目でタイで製造されて日本に逆輸入されてきたトヨタ車になります。8代目なんですけどね、めちゃくちゃかっこいいです。この車はかなりカスタムが入ってますので、またそのカスタムの内容については後ほど説明させていただきます。グレードは Z グレードになります。3サイズなんですけれども、全長が5340、全幅が1855、そして全高は1800mm となっております。サスペンションなんですけれども、前についてはダブルビッシュボーンの独立喧嘩のコイルスプリングで、リアについては板バネとなっております。オーナーさんの趣味全開です。エンジンは直列4気筒 2.4 リッターディーゼルターボの 2GD FTV 型を搭載しております。最大出力は150馬力、トルクについては400ニュートン、トランスミッションは6速のオートマチック、駆動方式はパートタイムの 4WD システムとなっております。はい、ホイールなんですけれども、レイズのデイトナ F6 ゲインのブラックエディションになります。タイヤのサイズは 265-50R の20インチで、めっちゃかっこいいですよ。レイズタイヤはオーストラリアのモンスターっていうところのものらしいです。かなりゴツゴツしてかっこいいね。低廉グリッパー AT というものになります。マフラーは、ジャオスのバトレッツサイドテールパイプエキゾーストというものになります。ハイラックス125系のものですね。いやー、これぞガチの四駆って感じしますよね。フレームと板バネがめちゃかっこいい。はい、こちらのハイラックスですが、キャノピーがついてます。オーナーさん買われた時からついてたっていうので、ついてたんじゃね、つけた。はい、こちらキャノピーなんですけれど、横からも開けれる仕様となってます。横に鍵が2つついてて、ガチャガチャとすることで横からも荷物を入れられますし、後ろは当然ながらも開けることもできるし、こっち側も少し開くみたいなので、空気を入れるためだけに開くんだね。なるほど。じゃあちょっと今からオーナーさんに開けてもらおうと思います。はい、キャノピーの窓開けていただきました。こうやってちゃんとダンパーが入ってて、しっかり開いた状態をキープしてくれます。で、左側は結構こうやってがっつり開けることができて、後ろは当然こっからこうやって物を入れられるのいいですよね。で、下も開いて、開口部はかなりでかいので大きな荷物も入れることができますと。で、こっち側なんですけれど、窓が中の空気を入れ替えることができます。完全にこちら側全部閉め切って、中で何か作業しようかなって時でも、ちょっと窓が開いてるだけで空気が入れ替わるので、息苦しさもなく、暑い日もある程度風を入れることができて、便利ですね。はい、全て開けた状態はこんな感じになります。オーナーさんはキャンプも行きますし、雪山にも遊びに行くし、で、結構がっつり使ってます。ちょっと今日撮影するっていうことで荷物出してくれましたけど、で、ピックアップのいいところは、こういった汚れ物とかを気軽にバーンと入れ込めるのはめっちゃいいですよね。人間が乗る空間と分離しているので、キャンプの後の例えば生ゴミとか入れても匂い来ないですし、汚れたものとか入れても何も気にならないですし、でも僕もどうせならこういったマットぐらいは僕も引きたいなとは思いますけど、これがトラックの良さですよね。で、キャノピーをつけるかつけないかは人それぞれの好みにはなりますけど、実用性を考えれば絶対あった方がいいですし、雨の時でも気軽に普通の乗用車感覚で荷物を入れることができるので雨入ってくることもあるでしょうけど、あった方が利便性は高いかなと思います。オーナーさんは違うと言ってますが、
回った方が利便性は高い。まあかっこいいな、こうやって空いてるとかっこいいな結構ね。なんか子供とかが乗ってこっから顔出したりしてるのを想像するとめっちゃ可愛いですよね。はい、まあキャノピーつけてよしよしありますけど、まあこれ上にポンとついてるだけなので水も多少染みてくることもありますし、まああとは高い荷物が乗せられなくなるので、まあ、そこはちょっとトラックとしての良さをなくしてしまっているところもありますけど、まあオーナーさんそれぞれ使い方が違うと思いますので、そのね使い方に合った装備をつけていればいいと思いますので、まあ僕もそんなでっかい高い荷物乗せることもないからキャノピーやっていいと思うけど、まあ最悪取り外せば使えると思うんで結構大変そうですけどね取り外すの。うい、いやディーゼルの音気持ちいいな。カラ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 、懐かしい。よし、ではマイル。意外と運転しやすいんだよなハイロックスって。内輪差ぐらい、内輪差ぐらいだな、気をつけなあかんのは。気をつけないといけないのは内輪差ぐらいで、まあ、幅も1855って言って、僕が乗ってるレンジローバースポーツよりも短いから、ハリアとか、ハリアとかそんなもんかな。 CX5 とかあの辺とほぼそんな変わんないからね、幅は変わんない、うん、だから本当に内輪差だけ。高さがでかいから、そうだね、あるから駐車場選びが困るぐらいかな。駐車場選びと、まあスピード感覚がちょっと違うって感じ、うん、これ2メーター超えちゃった？超えてない、ギリ抑え、おお、あそれも180なんだ。じゃあ駐車場選びは基本 1.8 のところはちょっときついけど、2メーターだったら、2メーターとか 2.1 とか結構あるから、そこは大丈夫だろうね。そこは大丈夫なんだけど、まず長さでアウトかな。あ、まあ5メーター超えとる時点で、長さが、そうか、長さもあるのか。そう。長さで基本アウト。で、まあ、高さはそんなにだけど。そうだよね。高さはね、2メーター超えてなかったら割とあるし。うん。まあ上に乗っけるとかしてないから。そうだね。立中はまあ無理だね。てか、あと行きたくない。そうそう、行きたくないよね。全長のね、長さ的に行きたくないよね。行きたくないし、すれ違いたくない。そうだね。1ナンバー貨物扱い、車検は毎年あるし、高速代は高いし、割引ないし。だからガソリンとかに関しては、別にそんなね、気になるほどでもないし。そうそうそう。ね、税金も、普通車枠ではなくて、貨物枠になるんで安くなるしね。年間1万6000円だったかな、自動車税。安いよね、うん、普通のね 2.4 リッターとか 2.7 リッター、8リッターとかね、超えてくると年間に4万5万って自動車税かかってくるから、その辺は安いし、車検とかもね毎年ある分、そうそうそう、めんどくささはあるけど、税金とかもね別にそんな、なんだかんだ 2,3 年ベースで考えたら普通車と多分そんな変わんないだろうし、なんて言ってもあのディセールバリューがある車だからね、そこがいいよね。なんか安心して長く乗れるし、長く乗っても高く売れるね、え、丈夫だしね。そう、そう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 、乗り手は選ぶよね。選ぶよ、これは。本当にあのなんだ、アパートとか賃貸に住んでる人、駐車場がね車庫照明が降りるか、降りないよね、まずね、そこなんだよね。そこがあるから、買うと、もし買うっていう人がいる、検討してるっていう人は、その辺ちゃんと調べてから。そう、先にちゃんと車庫照明が取れるかどうかっていうね、そこなんだよね。買ってさ、契約してさ、最後じゃあ書類お店に出しましょうかって時に車庫照明取れなかったとかなったらね、めっちゃだるいもんね。うん、だからそこは先に
確認してだよね。取れるかっていうのをちゃんと確認した上で買わないといけない車だよっていうね。なんだ、山を攻める系のカスタムではないから、うん、20インチに上げるっていう人なかなかいないしね。あ、そうなの。そう、いないよこの手の車で。あ、やっぱちっちゃくなっていく方が、16インチ17インチとかの方が多いのかな。ね、18のままで、うん、でっかい太いタイヤ。ああ、まあでも確かにそっちの方がいいイメージ。 OK、 ランクルとかも結構タイヤ小さいしね。なかなかね、知識ない人とかはね、そうやってお店にちゃんと相談しながら何がいいかなっていうのを探していくっていうのもすごい大事だと思うし、ね、逆にそういう信頼できるお店があるっていうのはね、車を維持していく上でも大事な部分になるから、そういったのをね、なんかいろんな視点で幅広いラインナップから提案してくれるお店とかがね、ちゃんとあればいいんだけど、どうしてもそういうのってね、ただただ正規のね、ディーラーさんとかだったら難しかったりするから、ね、基本的にそういう社外品のカスタムとかやってくれないところの方が多いだろうし、だから言えるのはあれだよね、ランクルの70のさ、再再販とかさ、狙ってる人とかさ、そう、なんか自分でいろいろやりたいなって思った時に正規ディーラーだとなかなかやれなかったりとかさ、とか何残クレとかさ、キントとかさ、リースで契約させられたらさ、好き勝手にいじれなかったりとかさ、で距離乗ってね、遊んでなんぼの車なのに橋なんかね、距離伸ばすのがちょっと辛いとかさ、その契約上ね、それ縛られるのってちょっと悲しいよね。そうだね、こういった車乗ってたら、まあ、好き勝手に自由にやりたい人の方が多分多いだろうから。そうかあ、そう、そうでもない。まあ今時ってやっぱ車離れが、まあ普通に乗る人のが多いのかな、多くなってきてるし、まあ、ぶっちゃけね、都会のど真ん中とかに住んでたらほんと車いらないもんね。そうだ俺さ、今東京にマジで車で行こうとした時にさ、駐車場を探すのめっちゃ大変なんだよね。だいたい横幅が1900までだよとかさ、そんなんがあるからさ、いや1930なんですけどみたいな。 CX5 に乗ってた時に使ってた有楽町あたりで使ってた駐車場が1900以上ダメでさ、もういや俺車でもう行けんやんみたいな感じになって、そうね、でさっき言った高級車とかが止まるようなところで絶対駐車料金アホみたいに高いからさマジか、もう止めるとこねえじゃんみたいな。そう、まあなんだろう、遊べる車、遊べる車ではある。うん、そうだね。まあ、嫁スタックとか起きなければって話なんだけど嫁スタックねそう、絶対そこあるよね。でもそれこそね、キャンプとか行くし、雪山も行くしだったらなおさら買って正解だよ。それはあるよ。うん、だってちゃんとね、目的を果たしてるじゃないけど。まあね、まあゲレンデ行くとすごいけどね。ね、隣にハイラックス、後ろにハイラックス、斜め前にハイラックス全員カスタム違うからまあそういうの見てても楽しいよね。いろんなカスタムしてる人がいるから、あれいいな、これいいなっていうので、まあお金も飛んでっちゃうだろうけど。ドノーマルの人もいる。ドノーマルもいいよね。かっこいい。ドノーマルでもかっこいいと思う狭いとこ来ちゃったバカだね狭いとこ来ちゃったバカだね。本当俺だったら通らねえ道通ってね、ちょっと右左に逃げるわオーナーが通ろうと思わない道を通ろうとしてるからね。いや昔通ったことあるなと思ってたけどさ、いやハイラックスだったわそういえばと思って。そうだよ。いやてかっていうぐらい普通に運転してたら全然普通に転がせる車なんだよ。で不意にこう狭い路地とか来た時にデカさに気づくっていうかさまあ近いうちにね、ディーゼルといい、俺の大排気量といい、そのうち乗れない日が近づいてくるだろうけど、乗れる間に乗っとかないと。そうです。俺一回4リッターとか5リッターのディーゼルとかも乗ってみたいんだけど、ね、トルクお化け乗ってみたいんだよな。トルクお化けだな、それ。いやターボじゃなくてさ、普通に70の古いやつとかだと 4.2 リッターのディーゼルとかじゃん。うん、そうだよ。でトルクは強いけどさ、遅いやつ、あれ乗ってみたいんだよな。眩しい。そうだね。
ゼルの泣きどころっていう、低速域のパワーは出るけど高速域になると弱いっていう、ディーゼルさん。まあね、このハイラックスみたいにね、新しいディーゼルとかだったらね、全然高速道路とかでも全然問題なく走れるし、スピードがちゃんと出るからね。本当にね、パッと見の見た目もだし、車のデカさもだし、スペックもそうだけど、めっちゃ癖のありそうな車なんだけど、運転してる分にはいい意味で自然に普通の乗用車っぽく快適に走ることはできると。それでいて安いんだよ、うん、意外とね。まあ、なんだかんだ400万ちょいぐらいでね。そうそう、400万ちょいで新車が買えるよっていう、いろいろつけたとしても400万ちょいぐらい。うん、いいよね。ね、僕もこの前ジャパンモビリティショーで三菱のトライトを見てきましたけど、やっぱりすごい注目度だったし、まあ新しく出すっていうところでね、内装とかも結構最新だったり結構おしゃれになってたりとかして、めっちゃかっこよかったんで、まあ今ね、実質日本の国内市場で言えば普通にまともに買えるのがハイラックスしかないから、そういった中で選択肢が増えるっていう点ではめちゃくちゃいいことではあるし、今この時代にね、ああいったピックアップトラックを日本で新たに出すっていうね、その決断はすごいなって思うしね。でしかもこういったトヨタのハイラックスっていう、ある意味なんか王者的な存在がいる中でね、出すっていうのはすごいなって。まあでもトライトンが出てきてね、トライトンハイラックスより確か横幅とかもでかかったから、最先級は超えてたかな、あれはでかい。まあだから逆にこのトラックを変えちゃうぐらいの人たちって多分1900超えようが別に関係ないと思うからねえ。でもこのサイズ感がいい、あ、このハイラックスの、ハイラックスだとこの、あのね、やっぱ運転はすごいしやすい。うん、もともと乗ってた車と幅が全然変わんないっていうのはすごいありがたかったかな、うん、乗り換えるっていう時にで、うん、幅の大きさが変わるのはすごい、変わんなかったのは良かったね。うん、